石郷闇焼きの世界おいしいもの巡り。今日出会う料理はこちら。あ、やっぱりバインミー。え、これ作ったやつ。これおいしそうな豚肉だね。めっちゃうまそう。どこに隠れてたのかな。生姜とか砂糖とか。え、めっちゃちゃんと作ってるやん。いろんな調味料を入れていってるんだね。全部を揉みほぐしているところだね。もうすっかり暑くなってきたとはいえ、冷蔵庫から出したての豚肉を触るとやっぱりまだ冷たいよね。いや、こんな感じなの。ごぼうと人参を酢と砂糖で和えてるんだ。いや、ちょっと違う。一体今これ何、どんな気持ちで和えられてるのかな。ごぼう。あ、そう。バゲットにごぼう、包丁を入れてるんだね。うまそう。でも危ないから手を切らないようにね。豚肉に焼き目をつけているのかな。うまそうじゃん。普通にうまそう。シュウさんは焼いた豚肉は好きなのかな。いやいや、こんなこと絶対言わない。豚肉たちがバゲットの中に入っていってるね。あ、肉先なんよ。何か気になるものを見つけたのかな。え、なにこれ。パクチーたちも。うわ、うまそう。マジでうまそう、これ。一体どこに隠れてたのかな。来るすぎ。でも、みんなで集まって、楽しそうだね。完成品がこちら。いや、入れすぎ絶対。ああ、すごい。すごい入れすぎ。すごいこれ。いや、でかいでしょ。でかい。いや、でかい、でかい。めちゃくちゃでかい。マジででかいの。でかい。のサイズなんだけど。でかい。マジででかい。でかほら。これはでかいな。ほら、こんなにあるもん。うまそう。これ、これはうまそう。いただきます。うおー。味とか以前にもう食いづらさが勝つ。味よりも食いづらさの方が気になる。あ、でもね、美味しい。美味しいっす。なんかさっぱり。すごい。ナンプラーとかのエスニックな感じで。美味しいっす、ね。うまそう、マジで。マジででかい。どうすんだよ、これ。めっちゃ、はい、食べてみたい、これ。これはうまそう。いや、これ、まあでもあの、食いづらさはさておき美味しかったよ、ちゃんと。いや、絶対美味しい。うまいよ。え、パクチー、俺、パクチー追加したもん、これ。あ、まあまあ、好きならこれぐらい入れてもいいかもね。これ、もっと欲しくてさ。ニンニクも入れてるんですね。好きなんや。ニンニクは豚肉の味付けで。はぁ。うん。いや、俺、パクチー足りない。もっともっと。追いパクチーしてさせていただきました。ちょっと酸っぱいんよな、これな。ああ、そうね、酸味が ね酸味があってね。そう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 、あの甘酢であえてるんで、野菜は。うん、めっちゃ美味しそう。いや、これ美味しかったよ。普通にこれ等分にしてね、400円で売れるぐらいの。うん、そう。まあ、ナレーションは石郷闇焼きさんです。闇焼き、石郷闇焼き。あ、石郷さん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 すごいなんか隠れてるとか、濡れ身の出てきた。これは見ました、うん、あ、俺ちゃんと見た。あ、見た、あ、見た。ちゃんと見て。なるほど。ものまねだよな。ちゃんと自分でちょっとこう咀嚼して、こうトレースさせていただく。なるほど。ちょい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 言うなとかって、どこに隠れてたとか、みんな集まってきたねみたいな。